どうも、花見やねくです。ザクザクアクターズをやっていくぞ。今日も京都で実績と図鑑集め、ここまで来たら全部コンプリートしたくなっちまうぜ。修羅の国はドクターミッチー実績のためにゴリゴリ周回してるので、いつの間にか忍さんの HP が46万人、百鬼夜行じゃなければだいたい0ターンキルです。お師匠様、いつも貴重なパッシブ賞サンキューな。おっと、ちょっとだけセリフを飛ばしちゃった。これが噂の温泉オロチのイベントですか。当時の強敵ポジションか。忍さん、少し遊んでやりな。力を出しすぎて壊しすぎるんじゃないぞ。あー、このおもちゃ壊れちゃった。激しい戦いだった。大嘘。みんな、あんなひどい勝負だったのに褒めてくれる。優しい。温泉オロチを図鑑に登録。こいつって未登録だったんだ。修羅の国のランダムイベント敵はこれで全部かな。これで図鑑は残り3人。マジでもうちょっとだな。おっ、最後のダークデイリッチを発見。この自販機の前、普段は通らないから発見が遅れたわ。あ、にゃーにゃちゃんじゃん。めちゃかわ。今さらだけど普通に天国から出てこられるんだな。遠慮しないいつものメンツと、美味しいもののことなら遠慮しないレプさんが続々と。これでダークデイリッチはコンプリート。図鑑は残り2人、リンゴちゃんとお医者さんかな。残りのお医者さんってのはね、この配達連打イベントしてるとたまにお医者さんが現れるらしいんだが、15回ぐらいやってるけど現れず、まだまだ試行回数が足りんな。あ、そういえばこの幸運の女神様っていう超激レアイベント、1回目は録画ミスで撮れてなかったので、2回目のこれを改めて動画に。まあ超激レアだけど報酬はもう物足りないね。インフレの波に置いていかれてしまった女神様よ。お、滝太郎チャンス。今日こそ釣り上げたるで。とりあえずリキのアドバイス通りに南の島で釣り中。南の島、毎回釣りポイントが1つだけなんだが、やっぱりダメじゃない？港の方が良さそうだぞ。ほら、すでに釣りポイントが2つもあるじゃんね。うお、あっさり釣れた。もっと苦労するかと思ってた。なんだかんだでずっと狙ってきてたから試行回数自体は多かった。それが報われた感じ。早速調理をよろしく。海魚フライの卵とじ丼ゲット。性能はパーティー全体の全能力が70アップ。貝原雄山も泣いてます。まあこれは超天使とかと戦う直前に食べましょう。今は探索特化編成だからな。戦闘編成じゃないんだ。滝太郎を調理したの実績ゲット。
残り実績は3つ。残りはリンゴちゃんとドクターミッチーとバケタヌキとお医者さんか。しっかりとレアイベントばっかりが残ったな。ここからは苦労するぞ。てなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。